主体となる保育を行っているので、子どものやりたいと思ったことを積極的に活動に取り入れることができます。私のクラスは4歳児クラスで、4歳の子たちはやりたいことがどんどん増えてきているので、なるべく活動の中にも子どもたちがやりたいと思ったことを取り入れるようにしています。はい、当園の周辺には自然がたくさんあり、いろいろな虫や草花を見つけられたりと、探索するにはとてもよく、自然に囲まれた中でのびのび保育できると思います。私の子どもの園はどちらかというと町に近いので、当園のような環境はあまりないので、そのような部分では子どもが育つ環境としてはとてもいいと思います。はい、私は産休と育休を取らせていただきました。そして現在はシフトに入らず、時短勤務で働かせていただいています。そのおかげで私の子どもの行事などにも行きやすく助かっています。私が心がけていることとしましては、主体的な子どもたちのやってみたいっていうのを実現するために、先生自身も主体的にやってみたいということをたくさん、思い描いて実現していただきたいと考えてますので、なるべく先生方のやってみたいっていうのをサポートして実現できるように、たくさん挑戦していけるように心がけています。そういったことを通して先生方自身もやりがいを持って保育をしてもらえればという願いを持って園作りを行っています。